お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、はい、こちら。まあ、2本目なんでね、サバカの方をやっていきたいと思います。ってなわけで、でまあ、僕はね、今ずっと、こちらのホグライダーを使ってて、まあ、レベルがね、こちら高いんすよ。まあ、このプリンスはなんか勝手に宝箱から出て、レベル高いんで今使ってて、で、ホグはね、今ずっとホグを集めてます。なんで、まあ、一番初めにカンストできればいいなと思って、はい、ホグライダーを集めてやってます。って感じですね。はい。でも、トロがまあ2000なんですよね、まだ。そう。まずね。まず2000で、まあ2000ぐらいの方で、まあ一緒のね、一緒ぐらい。まあトロフィーはね、同じぐらいの方がいれば、意外とね、こんなデッキも使ってみてもらえば、意外と結構使いやすいです。結構ね。はい。なんで、まあ、まあ結局レベル高いのがね、大事なんですけどね、結構。この辺だと相手のレベルがね結構高いから、はい、まあね、まあ、やっていきますか。はい、ってなわけで、もうスタンプがもうこっちのアカウントで毎回動画撮るときに思うのが、スタンプがなくて辛いですね。普段だとこの横にわざわざスライドしてどのスタンプを使おうかなってやるのに、スタンプがなさすぎて辛いですね。まあ、とりあえず相手が出してこないので、まあ、僕から仕掛けちゃいますね。はい、ジャリゴブリン端前で、まあ、ミニペッカに対してはネクロなんだけど、これやった。やったけど、まあ、一発なら、あ、いてぇ。いいかなと思ったけど、めちゃんこ痛いですね。これもザップって、オッケー。待って、やばいかも。ネクロにザップって、あの、プリンスの突進でね、ネクロ処理しようと思ったら、そう甘くはなかったですね。で、これハンターでいいかな、多分。これハンターで、このウィザードとかの真横に出してあげるのが大事ですね。そのハンターってそのこんな感じで何ていうんですかね、遠距離にはちょっとしか当たんないんですよね、弾が。遠距離遠くの敵には、なんで近くの敵にはいっぱい弾が当たるんですよね。だから近距離だとめちゃくちゃダメージが出るみたいな感じなんで、結構ウィザードとかにね、その真横に当ててあげると結構処理しやすいなとは思いますね。はい。てなわけでね。よいしょ。プリンスゲーですね。はじめはマジでプリンスが強い。で、2000ぐらいってな、何を意識すればいいんだろう。結構このコストが今9なんですけど、このコストを10になる瞬間ぐらいにはもう置くのが大事ですね。もうコスト10の状態を作らないことかな。僕が一番結構大事にするとしたら。マジで。コストもったいないから、今7なんで、まあ、ここはまだ待っていいかな。このネクロのスキルとか強い。OK。で、これでね、このままカウンターですね。こんな感じでやりごぼう出したりして、コスト10の状態を作らないようにすれば、あー、やばい。プリンス頑張って。ネクロ頑張れ。この5打って、ワンチャンプリンス通す。いや、取んないな。まあね、はい。で、また待って、コスト10なるぐらいになったら、後ろからね、ネクロを展開していけばね、結構いい感じになると思います。で、こういうのはだるいんですけど、もうこういうのはスケ舞台でね、一気にまとってあげればなんとかなります。で、プリンスこうウィザードにね、はい、当ててあげて勝ちましたね。これもザップ打って、で、この瞬間に、まあ、これはちょっと難しいんですけど、左攻めてるから相手がね、あんな感じで絶対左対処するんですよ。したら右が防衛できないんですよね。だからその瞬間に右とかを攻めてあげると、もう一気にね、右も左も持っていけちゃうみたいなことがあるんで、あ、持っていけないか。まあ、みたいなね、こんな感じで。結構形が作れて、相手、絶対こっち防衛戦といけんやんっていう時に、逆サイをね、攻めてあげると、まあ、一気にね、逆サイ持っていくことができます。はい。まあ、これはさすがにむずいですね。ちょっと2000とかだと、2000とかだと、まあ、コスト10の状態を作らないのが僕は一番大事だと思いますね。基地なんで、まあ、僕が。で、まあ、これ一番初めのこの状態はいいんですよ。これは相手も一緒なんでね、こういうのは結構相手が出したのに合わせてこう出してあげるので別にいいと思うんですけど、まあ、こういうこの辺からとかはあんまコスト10の状態で作らない方が僕はね、まあ、ケチなんで結構大事だと思いますね。これやばい。で、ここのハンターは相手のハンターがいるからあんまり近くに出さないですね。相手のハンターで一気に持ってかれちゃうんで、
みたいな感じでちょっとね、遠目に出したりっていうのもあります。で、こう、コスト溜まった時に、さっき言ったんですけど、コスト10の状態を作らないんですけど、ネクロとかを、パッて後ろから、まあ、割いてもよかったですね。割いてもよかったか。そう、意外と結構ネクロってカウンターになるカードなんで、なんか出た動作に合わせたいんですよね。でこれはもう、許容ですかね。許容して。で、このまま、このネクロの前にホグライダーとかをつけて攻めていきます。で、このザップをここで構えておくと、もしスケルトン部隊とかコウモリが出た時にパッて打てるんですよね。なんで、このザップとかをこう持っとく、スペルをですね、まあ、構えておくっていうのも結構大事だと思いますね。痛い。相手のガゴでさえ痛い。で、これはまあ美味しいですね。で、これ多分、ハンターだけだとこの子守れないから、いや、守れるか。これ強くね、もう一発。よいしょー、優秀。で、またネクロですね。で、もしかしたらこの960が守れないから、2個狙いたいですね。これもう、ファイボだけで防衛するから、いや、もう無視ですね。これ守れないから、これ全部無視して攻めます。でも無視しすぎると、その3クラウンに落とされちゃうんで、この瞬間にやりこぶとかでね、軽く防衛です。OK。で、ザップでターゲットスケルトンに変えて、1個として、OK。いや、だるいな。なかなかだるい。なかなかだるい。相手のバルーンがハンター。っていうか、ハンターを取っとけばいいですね。しっかりハンターをバルーン用に残しておけば、防衛できるかな。ここでハンターですね。OK。これもう、バルーンの真下ぐらいにね、出してあげたらこんな感じで、火力が、やばいんで、ハンター。近距離だと。ペッカと同じなんですよね、多分。ダメージが。ぐらい。ペッカよりも高いのかわかんないんですけど。なんで、よいしょ。もう最後の方はもう攻めてあげれば。OK。なかなか言うてね、結構ギリなんですよね。サバーカマジでしんどい。本当にしんどい。なんか、思ったほどスラスラ勝てないんですよね。よいしょ。惜しい。これが美味しいですね。スーパーマン開けたいな。開けたい。ゴールドも全然ないし。意外とね、きつい。まあ、言うて楽しいですね。もうなんか3000とか、多分4000ぐらいに行けば、なんか、多分エリババ13とか、ロイジェイ13ゾーンが来ると思うんで、まあ、その辺をね、まあ言い方悪いかもなんですけど、ボコボコにね、するような動画もね、出していきたいんですけど、そこまでが遠いですね。OK。で、これに、まあ、ホグつけますかね。相手がバルキリーとか持ってたら、一掃されちゃうんですけど。ああ。俺のスケルトンの方が弱いんだけど、なんか。おいおいおい。で、相手のレベルが高いんですよね。これな、これプリンスでターゲット取って、その間にこうやってやりこぶでね。範囲攻撃なんでね、やりこぶさっき出してても、あ、そう、今みたいにね、ワンパンで、あってなっちゃうんでね。そうです。なんかでターゲットって、まあタワーでターゲット取ってとかでもいいんですけど、ダメージ食らいたくないんでね、あんまり。よいしょ。あー、で、これスキブで防衛。よいしょー、スキブが強い。マジで強い。ほんとに強い。使った方がいい。持ってるなら使った方がいいですね。よいしょ。で、ここは、プリンス受けかな。で、このプリンスに対しても、あいつスケルトン部隊持ってるから、通んないんですよね。だから早くザップ回したいんですけど、コストが足りないか。で、これ、スケブで、バーって、そう、なっちゃうっすね。まあ、これも、こう、やりこぶとかでいいかな。あー、めんどくせえ。ホグで一回ターゲット取って、ちょっとだけ防衛して、これでも、ホグ落ちましたね。OK。タワー。で、これも、無視かな。いや、このやりこぶは、ザッ、あやばい、遅れた。いいでー、待って。お前ら待て。よし。さあ、あと335で、相手多分スペルがないんですよ。はいはい、回転早い、回転早い。こうね、後ろとかに戻すっていうような技もありますね。で、ここで、回して、ザップ。今のホグは、カード回しプラスの攻めホグですね。こういうのはもう結構守るのが大変だなと思ったら、まあ、あと300とかなんでね、結構捨ててもいいですね。
まあ、今なんか2000とかいっぱいあるなら守った方がいいんですけど。やべ、ちょっと合わせてる。危ないですね。で、これベビドラに対してはハンターがめちゃくちゃ強いんでね。オッケー、これで。でもそのめちゃくちゃ強いハンターも、アイテムのレベルがね、ちょっと高いから。これやばいな。スケルトン部隊来るからザップ打ちたい。まあ、ネクロで軽く防衛ですね。やめて。やばい、待って。キング、キング、やばい。待って、キング落とされそう。でも、あと700と800だから、これスケルトン部隊で完封して、OK。北斗合わせ。ネクロ。待って、ネクロがガゴムで処理して、4発かかるのか。やばいな。4発やばい。OK。これなんか、絶対出るけど、絶対なんか出る。OK、勝った。OK、ザップ!にゃにょーん!滑らかナイトで。OK、OK、OK。まあ、言うて。ですね、今何回やったっけ?今2かな。あれ?もう一戦いきますか。そう、ゴールドが美味しい。タワー落としてゴールドもらえるから、めちゃくちゃ美味しい。あ、待って、フローズン来た!え?いたっけ?違うっすね。アリーナ変わった。2300到達しましたね。めちゃんく嬉しい。めちゃんく嬉しい。やばいやばい。痛い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 。これちょっとね。はい。ホグライダーを先に処理したかったけど、まあ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 。OK。で、これでもう自然にカウンターになってるんでね。で、このザップをこう構えておきます。スケルトン部隊が来た時に、こう一瞬でこう撃つと、それだけで、このプリンスの攻撃が入るんですよ。今のに、もう1秒遅れて撃つのと、今ので撃つのだと、もう相手のタワーダメージ、もう本当に、めちゃくちゃ変わってくるんですよね。だから、ほんとちょっとのことなんですけど、構えるのが大事で、こういうのも、こうターゲットね、取られてからでいいですね。じゃないと、槍ゴブリンが無駄になっちゃうんでね。で、これ囲んであげて、まあ、これで、ホグ合わせたら、ホグスケブ。で、これはハンターでいいか。OK、これでタワー落ちたっすね。で、ワンチャン相手のスペルとかなかったら、これだけでもうほぼ半回ぐらいまで持っていきますね。あー、バルキリーか。よいしょ。なんで、もうこれはもう勝ちですね。プリンス合わせて、そのままご了承しちゃえば。これ、ホグ来てくるかな?来るかな?来ない。はい。ってなわけで、勝ちましたね。これもファイボかな?いや、やりこぶとザップ?いや、時間かかるかな?あはーん、時間かかる。本当だったらザップと、ね、レベルカースト同士とか同じレベルだったら多分、やりこぶ一発とザップで処理できるから、ザッププラスやりこぶ3発3発で処理できるんですけど、強いね。強いですね。どれだけその格上に勝つかっていうので、大事なのが多分、どう、エリアドを取るかっていうのがすごい大事になってくると思うんですけど、レベルで勝てないから、その分なんか、ね、エリクサーのリードを取って、勝ったりするしかないんでね。防衛で、やっぱエリアド取るイコール防衛、どう防衛するかなので、防衛でコストを割きすぎないとか、すごい大事ですね。ここガゴムリ来るからネクロ、あー、違った。まあいいや。オッケー、勝った。で、このホグ出して終わりだ。滑らかないと。でも、もしガゴムリ来たように5でも打っといて。あ、ホグ来た。あーげーん、お疲れ。グッドゲーム。はいはいはい。なんで、防衛がですね、防衛大事、防衛大事。で、もし全く勝てないとこだったら、まあ、デッキをやっぱちょいちょいたまにいじるのは大事ですね。僕ももともとずっとこのデッキを使ってるわけじゃなくて、前までここのヤリコブリンがスケルトンだったんですよ。なんですけど、その、スケルトンだと結構空がきつかったんですね。バルーンがやっぱ多くて、ハンターとネクロとファイアボールあるんですけど、なんかハンターがない時にバルーン飛ばされたりした時に結構止められなかったんですよね。だからこの1枚スケルトンをやりこぶにしただけなんですけど、それだけでね、結構バルーンにも勝てるようになってって感じですね。はい。なんで、まあ、こちらのデッキね、マジで結構、まあ、レベルが高いからいいんですけど、でこの辺で何のデッキ使えばいいのかなとか思ってる方はね、ぜひこちらのデッキ使ってみてください。というわけでね、はい、本日は終わりにしたいと思います。でも環境変わったから、多分変わるから、もう次とかからはもうね、新環境のデッキを紹介していきたいと思いますね。はい、なんで次回もね、よろしければ見てください。はい。というわけで、終わりにしたいと思います。お疲れちゃんでした。